プ生の生田と申します。前回に引き続きクラシック曲の紹介をしていきます。今回はドヴォルザーク作曲交響曲第9番新世界よりです。第2楽章のコールアングレのメロディーが日本では遠き山に日は落ちてや家路として歌詞をつけて編曲されています。私の小学校では下校の時間になると必ずこの曲が流れていたので、この曲を聴くと家に帰りたくなってしまいます。私だけではなく、この曲で家が恋しくなってしまう方は多いのではないでしょうか。ドヴォルザークの曲は田舎っぽいのどかさが溢れている曲が多く、聴いているだけで澄んだ空気や暖かい木漏れ日、柔らかい風が感じられるようで心が癒されます。ドヴォルザークも数々の名曲を世に残した作曲家ですが、中でもこの交響曲第9番は有名で、なぜか聴いていて飽きることがありません。演奏者側にも人気が高く愛される交響曲です。私もオーボエ奏者ですが、この曲が大好きです。友人のチューバ奏者は全部で1分も出番がないので、この曲が決まると嫌な顔をしますが、個人的には何回でも演奏したい1曲です。楽しく演奏できる曲ナンバーワンだと思っています。日本ではベートーベンの交響曲第5番運命、シューベルトの交響曲第7番未完成とともに三大交響曲と呼ばれることがあるようです。親しみやすく人気の高い曲であることがお分かりいただけると思います。新世界よりの新世界はアメリカのことであり、アメリカ新世界に滞在していたドヴォルザークが故郷であるボヘミアへ向けて作られた曲だと言われています。これを意識して聴いてみると、のどかな情景がより強く想像されるのではないでしょうか。ドヴォルザークは交響曲第9番が最後の交響曲となっています。少し前に紹介した第9の呪いをの説を強固にした作曲家の一人です。ドヴォルザークの他の交響曲では第8番が有名です。こちらも田舎の情景が想像できる名曲です。知名度では第9番には及ばないものの、人気のある交響曲でフルートのソロがかっこいいです。ドヴォルザークは聴くのも演奏するのも最高に楽しいのでおすすめです。知らなかった方はぜひ一度聴いてみてください。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。